今期のドラマ、何見てますか綾瀬はるかさん、大泉洋さん主演のドラマ、元彼の遺言状を私は今気に入ってよく見ています。ところで、弁護士 YouTuber や弁護士の芸能活動というのはよく聞くんですが、裁判官 YouTuber、検事インスタグラマーってあんまり聞かないですよね。そこで、Twitter のプロフィール検索で色々と調べてみますと、衝撃のアカウントを見つけてしまいました。それは、 早速学んでいきましょうおはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています。かぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録、フォローよろしくお願いします。はい、今日はですね、SNS よもやま話です。はい、皆さん、今季のドラマ何見てますかまあ、毎回毎回私もいろいろ悩むんですが、今季ですね、ドラマは あの、元彼の遺言状、綾瀬はるかさん私すごい好きなので、えー、元彼の遺言状を見ています。えー、現在、あの、TVer でも、えー、見逃し配信が見れますので、ぜひ、あの、まだ見てないという方も、ぜひ、ぜひ見てください。えー、原作がですね、えー、新川ホタテさんという方が書かれた、まあ、有名小説のドラマ化で、まあ、綾瀬はるかさん、そして、まあ、大泉洋さんという、まあ、名優の皆さんがですね、えー、出演しているということで、も間違いない。 面白いドラマで、すすののでぜひ皆、えー、多くの方にお勧すすめしますで、えー、この綾瀬はるかさん、扮する、えー、敏腕弁護士が、まあ、活躍するんですけども、あれ、そういえば弁護士の人の、えー、SNS ってよく聞くけど、裁判官とか、検事ってどうなのって思ったんですよ。そう、なんか、ふと思いながら、その、この弁護士の、えー、方がですね、まあ、 自分で、ま、事務所を始めて、まあ、これからどうするんだっていう、まあ、営業的なことを心配するシーンが描かれるんですね。で、そうした時にね、今、あの、アトム法律事務所の方とか、結構言う、ツイッターとか SNS とかで、弁護士の方ってね、すごい活躍されているじゃないですか。でも一方で、あれそういえば、検事とか裁判官とかいてもいいのになと思って、え、調べてみたというのが今日のトピックです。 はい。でですね、調べ、調べるのに使ったツールはこちら。はい。えー、Twitter プロフィール検索のツイプロというサービスです。まあ、Twitter でもアカウント検索はもちろんできます。でも、このツイプロというのは、えー、アカウント検索をしてくれるとともに、あの、 フォロワー順で並べ替えて表示してくれるんですよ。ツイッターの通常検索っていうのは、あの、そのフォロワー順での並べ替えとか、そういう、まあ、人気度を測るところでは、まあ、ちょっと物足りないところがあるんですよね。ですから、このツイプロを使って、はい、検索をしてみました。すると、えー、弁護士がですね、14,026件、で、検事が1,264件、で、裁判官が398件と、 はい。まあ、裁判官が一番少ないわけですが、もちろんこの中には、元裁判官で現在弁護士とか元、元検事で現在弁護士をやってるとか、あとはまあ、えー、検事の アカウントとか、まあ、ケンジのアカウント、じケンジ、違う違う違う。えっ、ー、と、検事の、えー、が出てるドラマのアカウントとか、まあ、あいろいろそのノイズは入ってますよ、もちろん。ノイズは入ってますけど、ただまあ、あ傾向としては、まあ、やっぱりなぁという感じですよね。えー、ケンジと裁判官はやっぱりあんまりないということですね。はい。でですね、例えば、えっ、ー、と、検事に関して、えー、有名なところで言いますと、 こちらの方ご存知でしょうかね。丸道宗隆さん。丸道宗隆さん。はい。こちら、弁護士の方なんですが、元裁判官で、ツイッターのフォロワー数9000件ということで、すごくですね、わかりやすい法律の解説をされている、まあ、ツイッター運用をされています。ぜひよかったら見てみてください。はい。あとはですね、えー、検事。 の方ですと、えー、こちらもまあ元ではあるんですか、あるんですが、はい。前田つねひこさん。私と同じひこつながりですね。<laughs> えー、前田つねひこさん、えー。この方は Yahoo ニュースの結構そのコメントで、まあんでしょうね。えっ、ー、と、公式マークみたいな。 あの、オーソリティーマークっていうのかなえ、ヤフーニュースというのは、あの、個人でも、こう、なんかコメントをすることできるんですが、まあ、オーソリティとしてのコメント投稿というのができる機能があって、まあ、いわゆる認証バッジをもらってるほどの、まあ、方がこの前田つねひこさんです。ですから結構いろんな、えー、なんか社会的な事件とか、えー、そういったものに、 え、コメント投稿されて、もう常に上の方に来ている有名な方です。え、有料の、え、ノートも出されてますので、え、そういった、え、元特捜部の検事の方の何か、え、考察が、え、すごい好きだという方はですね、ぜひ、え、Yahoo で、え、メルマガかなこれ、ノートか。ノートが、え、と、あります有料ノートありますので、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。はい。 さて、そんな中ですね、私すごいのを見つけてしまいました。何かというと、はい、裁判所の YouTube チャンネルです。これ皆さんご存知でした私も全然知らなくて、あの、まあ、ね、国、国の機関ですから、あって当然といえば当然なんですが、何が衝撃かというと、もうこれね、あのー、偽アカウントにしか見えないんですよ。<laughs> いや、これ本当ぜひ見てください。えっ、ー、と、概要欄にリンク、リンクを載せておきます。もう、この YouTube ページを見る限りは、もうどう見ても偽アカウントにしか見えないんですね。で、ただ、裁判所の公式サイト、裁判所の公式サイト、カーツ GOJP、あの、GOJP ですからもう明らかにかんかか間違いなく政府機関なんですけども、その裁判所のホームページ、公式サイトにちゃんとこのリンク貼ってあるんですね。 ですからもう間違いなく裁判所の公式サイトなんですよ。ですが、その見た目は、はい、もう明らかにフェイクサイトなんですね。まあ、フェイク、いうかフェイクにもならないぐらい、まあ、すごい、あの、そのままなんですよデ。デフォルトのままというか。まず、アイコンがデフォルトのままで、人型のマークで、 丸っこくなってるだけなんですね。で、あと裁判所、カーツインジャパンと書いてある。それからチャンネル登録者数が4680。そして、えー、それぞれの動画再生数が、まあ、少ないってことはないんですが、えー、1000から2000の間がほとんどという感じなんですよね。うん。いやー、これね、本当に最初見つけた時はにわかに本物だと信じられなくて、ただ調べてみたら、まあ本当に本物だったと。 ただね、やっぱり本物っていうことで、よくよく見てみますと、なかなかにね、硬派な作りですよ。えー、こういった、えー、と政府機関の YouTube アカウントで有名なのは、農水省で、えー、おそらく一番フォロワーやバズが多いアカウントなんですね。で、それに比べるともう、確実にこうなんでしょうね。えー、よくほら。 あの、パブリック、自治体がいろんな、あのー、啓蒙ビデオって作るじゃないですか。すごくこう、爽やかで、すごく当たり障りなくて、すごくこう、あのー、説教臭いって言ったら変ですけど、あの、すごく、あの、シンプルな作りの動画あるじゃないですか、ビデオあるじゃないですか。あれがそのまま大体乗っかってる感じなんですよね。ただ、ただ、面白いのが、えー、一番最近の投稿ですと、最高裁判所360度動画と、 これぜひ皆さんスマホで見てください。スマホで見ますと360度動画って、え、真横に、スマホを横にして全画面にしますと、え、なんかね、右上の方に、なんか VR ゴーグルみたいなマークが出るんですよ。そこをタップすると、はい、なんと、スマホをグリングリン、いろんな方向方角に傾けると、ちゃんとその方向に VR するんですよ。別に VR ゴーグル、 をつけて立体質とかしなくても、単純にこう、向きを変えて、スマホの向きを変えて、えー、いろんな方向が見れるっていう体験でもね、ものすごく面白いと思いますので、ぜひ見てみてください。で、VRYouTube を見るときのおすすめは、自分の足元を見てください。なんか VR って、あの、仮想空間、まあ、行けないとこに行けるというのが醍醐味なので、自分の足元を見ると、ちょっと不思議な感覚になれるので、おすすめです。要は、自分、 がね、今、部屋の中にいるはずなのに、でも画面では違う場所に立ってるっていう不思議な感覚を得られるので、おすすめは真下を見ることです。はい。で、まあ、さておき。本当にね、あの、すごい、よくわかる。 労ん労働審判手続きとか、あとは、えー、なんか法律の手続きをするためのミントっていう専門サイトがあるんですけど、それの使い方、ダウンロード編とか、ものすごく高派な渋い動画がいっぱいありますので、いや、これぞパブリックだよな、という感じの作りになっていますので、ぜひ、え、皆さん見てみてください。そしてこれね、結構これを、なんか切り取り動画で僕はしたくなりました。 うん。結局そのパブリックなので予算が決まってるじゃないですか。あと、あんまり下手なこともできないじゃないですか。だから、あの、シンプルな作りになるっていうのはもうしょうがないと思うんですね。でもこれ、切り抜きを認めてもらえれば、ものすごく面白く、なんかいろんな人にもっと届、見てもらいやすくなる動画になるんじゃないかなと思いましたけど、思いました。皆さんはどう思いますか はい。というわけで、今日は、裁判所、えー、検事、えー、弁護士という SNS アカウントを見てみました。ちなみにですね、私、あのー、裁判官の漫画で、火災の人という漫画がものすごく好きです。えー、火災の人というのは、テレビドラマにもなったぐらい人気の漫画でして、今はもう連載していないんですが、あの、n d l e とかでも売ってますので、ぜひ興味ある人は見てみてください。 あの、本当人気があって、ドラマもですね、船越英一郎さん、それから時藤三郎さん、そして片岡鶴太郎さんがやっているぐらい、まあいろんなシリーズがあって人気のドラマですんで、ぜひですね、火災の人も見てみてください。本当面白いです。 はい。というわけで今日は SNS よもやま話をしようと思っていろいろと調べてみたらすごいアカウントを見つけてしまったという話でした。いやー、だからやっぱり YouTube とか SNS もそのバズとか関係なしに手軽にね、情報発信できるというところがやっぱりね、あの本質だなって本当ね、改めて思い知りましたね。うん。はい。というわけで皆さんもぜひ SNS 活用してみてはいかがでしょうか。今日一日素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。